新宿生活スタートガイド。チャプター7、新宿区で生活する外国人の皆さんへのサポート情報。やっぱり僕も友達が欲しいな。でも日本語が難しいな。お前の望みを叶えてやろう。誰？わしはアゼリアだ。わしを師匠と呼べ。師匠？誰？いいからついてきなさい。ここが新宿多文化共生プラザだ。わあ、ここが新宿多文化共生プラザか。ボランティア情報なんてのもあるんだな。でもやっぱり日本語の勉強かな。ここでは日本語教室が開かれているぞ。他にも国際交流をテーマにした講座が開かれることもある。失礼しました。同じようなことで悩んでいる外国人と友達になれるかもな。よろしくね。一緒に助け合おう。ここは外国人相談コーナーだよ。外国人相談コーナーは韓国語、中国語、タイ語、ネパール語、英語、ミャンマー語で相談に乗ってくれる人がいる。曜日によって違うからチェックだな。君はもう新宿区の SNS に登録したかな？そんな身近に情報があったのか。すごく勉強になったよ。ありがとう、師匠。その他にも、施設には新宿生活を助けるガイドブックが多数用意してあるよ。困った時は参考にしよう。エンジョイ新宿生活。